山のサイド、本山から倒されながらつないだ、本山が突っ込んでいきます。さあ得意のドリブルだ。さあ本山抜けるか。本山抜けた。本山シュート。本山3点目。ドリブルからの素晴らしいシュート。前半の40分見事に決めました。本山、いや素晴らしい本山のドリブル、素晴らしいゴールだったですね。ただあれ足首どうですかね。ちょっと痛そうですね。ここ山下がね素晴らしくあのマンツー、細かいマンツーを決めたんですよね。そして平瀬がコースを開ける、そこへもうトップスピードで入っていきましたね。このドリブルとスピード、これシュートした後に、シュートした後にタックル入られたんですね。いやそれにしても素晴らしいドリブルですね。いや本山はどうやら立ち上がりました。山下が、まあ、倒れながらもよくつないで、はい、ここからこれフェイントかけて中を、ね、そしていいタイミングで決めました。もう彼のそのドリブルの特徴なんですよね。スピード、これはそのスペースを見つけた瞬間にもうまたスピードアップするんですよね、はい、今のあの間を抜ける瞬間のドリブルのスピード速かったですね、はい、速かったですね。本山が3点目を決めました。これで本山自身も3点目、ワールドユースでも準優勝、そしてベストイレブンにも選ばれた本山の良さが出たプレー。